RRM2 バイトは、人の RRM2 バイト遺伝子が高度している、酵素である。RRM2 バイトタンパク質を高度している、遺伝子は8番染色体、8923.1に位置している。この遺伝子及び遺伝子産物は、別名、MTDPS8A、MTDPS8 バイト、P53R2 でも知られている。リボクレオシドリン酸、レダクターゼは、 リボヌクレオシドにリン酸を還元して、レオキリボヌクレオシドにリン酸に変換することで、DNA 複製に必要なヌクレオチド旋具体を産生する酵素であり、RRM2 バイト遺伝子はこの、リボヌクレオチドレダクターゼの2種類ある、R2 サブユニットのうちの片方をコードしている。RRM2 バイト遺伝子がコードしている方の R2 サブユニットは、P53 によって誘導され、 増殖してない細胞における正常な DNA 修復とミトコンドリア、DNA 合成に必須である。R2 サブユニットのもう一種類は分裂細胞でのみ発現する。RRM2 バイトは MDM におよび ATM とタンパク質間相互作用を示す。この遺伝子の異常はミトコンドリア DNA 枯渇症候群の原因の一つである。この遺伝子の変異は 新生児の筋緊張低下、成長の遅れ、脳症と関連しており、転換の欲しさ、難聴、乳酸アシドシスを伴う。この症候群は自主的であり、幼年期早期に呼吸不全を起こして死亡する。この遺伝子はまた小児急性肝不全のいくつかの症例とも関連していた。この遺伝子の変異は進行性の外眼筋麻痺を引き起こすことが示されている。 RRM2 バイトの発現増加は、単管癌細胞において、ゲムシタビン体制とも関連しており、人の癌において、ゲムシタビンの臨床的利益が得られないかもしれないと予測されている。ありがとうございます。